松永です。今回は星稜高校の奥川投手についてちょっとターゲットを絞ってお話をさせていただきたいと思います。奥川投手の、準決勝まで、投げてきたやつの試合のイニングと投球数を少しピックアップしてみました。でまず8月7日に1回戦旭川大高校と9回 1-0 の完封で勝利ですね。でこの時に投げた球数が94球。そして13日2回戦立命館宇治、ここでは先発をしていません。で得点は3対6となっていますが、途中まで 3-0 か 5-0 ぐらいでなんかリードしてたと思うんですけども、ちょっとこう点数を追い上げられてきた時に6回から2イニングと3分の1、投球して最後は多分、もう大丈夫だろうということでまたピッチャーが変わっています。でその時に投げた球数が39球。そして7日から13日ですので大体中6日ですね。まあ6日もあれば全然、若いので回復もしていると思います。でその後の今度は17日、でこれが多分、星稜高校からすれば一番ちょっとキーポイントの試合かなというところで、やはり先発をして智弁和歌山ですね、まあ、優勝候補でしたけど、でここと延長14回の延長戦を1人で投げ切って165球です。思ったよりも14イニングを投げている割には球数はそんなに多くありませんね。で、ここは中4日です。そしてその次の18日、仙台育英は17対1で大勝していますが、ここ実際に1日しか空いてないんですけども奥川投手は登板しておりません。結局準決勝の20日の日にここに先発してるんですが、これはちょうど中3日ですね。そして7回を投げて87球で途中で交代して、試合は9対0で中京に9対0で勝っております。ということでですね、この奥川投手がこの甲子園で、まあ、そんなに日程的に言えば過密ではないなと思うんですけども、1人で投げ切っていないので、まあ、他に投手がいます。その中で、萩原投手が多分今高校2年生で、まあ、来年を見据えてということで、彼が投げた投球数が179球です。そして、3年生で寺沢投手が41球、そして寺西投手が37球、いわゆる星稜高校はこの4枚で、奥川投手を中心にどういう形で、試合を組んでいくかというプランが十分できている、まあ、余裕ですかね。でこれで、2日ぐらい空いて決勝ですので、まあ、当然奥川投手はまた先発してくると思います。で、この奥川投手ですね、ちょっと私もテレビでずっと気になっていたので、なぜいいのだろう、なぜ、打てないんだろうとか、いろいろと自分でこうバッターになったり、まあ、投手の経験はあまりないんですけども、まあ、バッターから見たピッチャーとしたらどんな感じなんだろうというところを、ちょっと今からご説明いたします。でまず、すごく力感がないです。力感がないということは非常にいいことです。で力感がないイコールどっかを抜いてるわけではないんですね。基本的な体幹でしっかりと動いてるっていうところで全体のバランスがすごく力感がなく見える。しかし力感が見えないといってもボールには伸びがあるっていうところで、私がポッと彼の投球フォームをちょっと見た時にですね、まずパパッと頭にちょっとこうイメージが湧いたのが、広島カープからドジャーズに行った、前田投手と股関節の動かし方がすごくよく似ているっていうのはどういうことかと言いますと、ピッチャーってこう腰があって、まあ、よく回転するピッチャーもよくいるわけですよ。で回転をするピッチャーが当然、まあ状態とのバランスが悪い時にはちょっと開きが早くなる。開きが早くなるってことはボールがすぐ見えやすいってことですよね。そうするとバッターもボールが見えやすい分だけタイミングが取りやすい、そして打ちやすいっていうところに行って結果が悪いっていう結果がよく見受けられますが、この奥川投手はですね、股関節がまっすぐそのまま投手の方に向かっていっています。でそのために、ボールを持ってる右手の方がなかなか見えないです。見えないっていうことはピッチャーの当然胸もあまり開いてきませんので、バッターからするとややこしいピッチャーになりますね。でこれが高校生になってくると多分これはちょっとなかなか打ちづらいだろうなっていう印象を持ちました。で全体的なバランスっていうのは今非常にいいとは思います。ただまだまだ全体的にこれからレベルアップしていくとは当然思いますけども、まだ18でこれから19、20歳になってどんどん22、23ぐらいまでは体がどんどん成長していきますので、まあそうなってきた時に将来当然プロに道を進んでくれると思っています。で今の投球フォームっていうのは本当にバッターからすると非常に、的が絞りにくいというか、まあ、威圧感はあるのかっていうのはバッターボックス去ってみないと分かりませんけども、いやらしさっていうのはすごく感じる投手だなっていうことは、テレビ画面からでもよく分かりました。で、基本的に、この奥川投手の全体的な体でやっぱり身長も183あるんですかね。で結構大きいですので、まあ、そういう全体的なこれからバランスパワーアップをしていけば将来は必ず、プロの方で大活躍できて、強いてはメジャーにもひょっとして、まあ、前田投手が行って、活躍してますから、まあ、同じような下半身の使い方をしている高校生っていうのはそうそういません。私は今回この奥川投手を見た時にちょっとやっぱり、これはちょっとすごいなと思ったわけです。でこれはどうしても私ちょっと話をしたくてですね、で実際にこの星稜高校なんとですね、クラブチームの選手が少ないんです。ほとんどが中学校の野球です。それも軟式です。でこうやって驚いてる私も実は中学までは軟式やってました。公式っていうのはほとんどやったことないですね。でその今肘が壊れる、肩が痛くなるとか壊れるとかっていうことがいろいろと議論に上がっていますが、私もどちらかというとそんなに肘と肩を痛めた方ではないですので、基本的にやっぱり中学校の軟式をやってたからかなで今から振り返るとそんな気はします。ただ両方ともいいところは非常にあってですね、中学の軟式の野球部もクラブチームもそれはもう本人が行きたいところでやればいいんですけども、この星稜高校っていうのはほとんど地元の選手で、それも軟式でそれから全員で甲子園に来たっていうことはこれは素晴らしいことだと思います。決勝戦もぜひ、いいピッチングができるように私も胸ワクワクして、期待していますので、いいプレーを見せてください。